つみみそです。はい、少し教えていただきたいんですけれども、はい、7月に参院選あるじゃないですか。はい、それでちょっといろいろと各政党の政策をちょっと参考にさせてもらおうと思ってお電話させてもらってるんですが、はい、よろしいでしょうか。はい、国民民主党としてですね、皇室のことについての基本的な方針ってなんか掲げられてますかね。今どう、皇室典範の改正ですとか皇位継承問題とか、はい、今さまざまな問題が取り上げられていると思うんですけども、はい、それについてはどのようにお考えかなと思って、はい、ですね、今年の1月にですね、はい、大塚政調会長を会長としまして、はい、安定的な皇位継承を考える会という会合を行っております。はいはい、でですね、そちらでですね、まあ、諸般の事情や歴史的な観点もしっかりと踏まえながら、はい、丁寧な議論を進めていきたいということで、まだ結論は出ておりません。それは継続しても行われているんですか。あ、そうですね。それって内容を何かホームページとかで見ることできますか。どういう内容はですね、すいません、非公開ですので、見ることは、はい、できないんですけれども、ちなみにその基本方針に関しては、いつぐらいまでに決めようというふうに今動かれているんですか。ですね、少々お待ちいただいてもよろしいですか。はい、お願いします。はい、どうぞ。ですね、まあ、丁寧に議論を進めるということですので、はい、適宜ですね、皇室の動き等も考慮して議論を進めていくということですので、いつまでに結論を出すとか、うん、そういうことは一切決まっておりません。そうすると今のところその結論が出ない以上は、選挙とかでそれを掲げて何かを言うってことはないってことですね。はい、到底はしておりません。はい、ってことは結論がいつ出るか分からないから、当面は国民民主党としては、まあ、はい、皇室問題に関しては静観する方向ってことですよね。そうです、そうです。はい、その通りです。わかりました、ありがとうございます。すいません、お願いします。はい、失礼します。